切な人がいなくなってしまうのが嫌だから。ねえ、私の血を飲んで。ユメイさんが消えてしまわないように私の血を飲んで。ケイちゃん、そんなに心配しなくても。朝のニュースで言ってたんだ、体中の血がなくなっている遺体が発見されたって。証拠はなくて勘なんだけど、それって昨夜のあの子たちが犯人だと思うんだ。そう、お亡くなりになった人が。あの子たちは本当に鬼なんだ。そして私はその鬼に目をつけられているんだよね。そうね、あの子たちの目的は他にあるのだけれど、ケイちゃんのことを諦めたとは思えないわ。うん、だからユメイさんには今のうちに私の血を飲んで力を蓄えておいてほしいの。私はすでに真昼の光の中に立てるほどの力をもらったわ。こうしてケイちゃんと触れ合えるほどの力をもらっているわ。だけどそんなのすぐに足りなくなるよ。そんなことはあると思う。その体を維持するのにも力が必要なんだよね。血を飲まないと減る一方なんだよね。お柱様のご神木が力を集めてくれているから減る一方というわけではないのよ。だけどユメイさんって無茶する人だよ。昼間なのに私を助けるために出てきちゃうような人だよ。だからユメイさんには無茶しても大丈夫なように備えてもらうの。力をいっぱい使っても力がなくならないように。私の前から姿を消してしまわないように。ユメイさんが吸ってくれないとね、この体の中の血が全部なくなっちゃうかもしれないんだよ。あの二人は本当に死んじゃうまで血を吸うような子だから、そういう子たちが力を蓄えてくるかもしれないんだよ。私、吸われるんならユメイさんがいい。わかったわ。ケイちゃん、いいのね？ケイちゃん、大丈夫、本当に大丈夫だから。
ケイちゃん、痛くない？平気。それより、ちゃんと出てる？出てなかったら、その、もっと吸ったり噛んだりしてくれても。これ以上はダメよ。ケイちゃんはかなりの出血をしているんだから、これ以上はダメ。私は傷を治すことはできるけれど、それ以上のことはできないんだから、体を傷つけるのは良くないわ。でも。大丈夫。もう十分よ。たとえ今晩あの二人が襲ってきても、私は消えずにケイちゃんを守れるから。それにケイちゃんだってごちそうをいっぺんに並べられても困ってしまうでしょ。うん。だからね。夜分失礼します。ハトウ K さんと浅間朔也さんはこちらにいらっしゃいますか？K はあんたと鬼の戦いに巻き込まれて崖から落ちたって話じゃないか。その直接巻き込まれたってわけじゃ。鼻息の荒さの割には随分とだらしないんだね、今の船場の鬼切り役は。先代の実力はよく知らないんだけど、先々代の足元にも到底及んでないんじゃないかい？そのことに関しては返す言葉もありません。すまない、ケイさん。早々に奴を始末できていたならば、あのような事態は起こり得なかった。ひとえに私の能力不足が招いた事態だ。いいんだよ、ユメイさんのおかげで私はこの通りピンピンしてるしね。ウズキさん、K
ケイ君ってどんな鬼なの？どうしてケイ君は退治されなきゃいけないの？どうしても何も、奴はすでに何人もの人間を殺し、その血肉を食らっている文字通りの鬼だからだよ。だから鬼切り役である私に迷惑だった。そんな風には見えないかい？しかしケイさん、考えてごらん。昔話に語られる典型的な鬼ババとて、表向きは旅人に宿を勧める善良な老婆に見えるものだろう。それに奴が鬼である他にも、私には奴を切らねばならない理由がある。奴の存在そのものが我ら千羽刀にとっては、他の鬼切り部に顔向けできないほどの恥だからね。それはアキラさんという方と。ごめんなさい。いや、そのことに関してはそちらの方にもいろいろと言いたいことがあるんだがね。サクヤさんに？その件に関してはお互い平行線ってことで話がついてるだろ。それにこの子の前でそんな関係ない話を持ち出すんじゃないよ。まったく。そうでしたね。で、あの子、その鬼とやらは一体どうしたんだい？逃げられました。さすがにこう暗くては人の身には分が悪い。それでむやみに追い回すよりは、ケイさんを張っていた方が良いのではないかと思いましてね。それは私がニエの血の持ち主だから。人以外の鬼が私を狙ってくるから。あなたはどこまで知って？なるほどね。あの子が出てくるとしたら、Kを狙ってのことだとヤマを張ったわけだ。そういうことです。なあ、ウズキ。いろいろあるだろう。因縁は水に流して、この土地の問題は私とユメイに任せてくれないかい？それは、あの鬼のことも含めてですか？あの子のことももろもろ込みでだよ。では交渉するまでもありません。あなたさえいなければ、こんな面倒な事態に陥らなかっただろうというのに、何を今さら。それを言うなら、私だってあんたら鬼切り部が余計なことをしなきゃって。あんたみたいな小娘に言うことじゃなかったね。悪い、大人げなかったよ。いえ、だけどケイ君は何をしようとしているの？朝まで待ってくれないかって言ってたはずだけど、明日の夜には何があるの？今夜の月は子持ち月、明日の夜には月が満ち切る。月が？満月が人ではないものにどんな影響を与えるか、ケイさんだって聞いたことがあるだろう。その狼男とか。そうだよ、それそれ。満月の夜はある種の鬼にとって最も力が強くなる時期なんだよ。そしてある種の儀式を執り行うのに最も適した時期でもあるんだ。儀式？
儀式という呼び方をすると少々横行に聞こえてしまうかもしれないけれど、例えば盆踊りは夏の満月の晩に行われるものなんだよ。はあ、盆踊り。その名の通り、お盆に踊るから盆踊りというわけだけど、ケンさん、お盆については？確かお盆始めにご先祖様の霊をお迎えしてから。霊をお迎え？正確には裏盆といってね、これは集合した仏寺に由来する名前で、日本には古来から玉祭りという風習があったんだ。要するに満月の夜は月の光がそうさせるのか、果ては引力がそうするのか、何かを呼び寄せやすくなるんだよ。魂にしろ鬼にしろ。鬼を呼び寄せる？奴はあの炎樹が封印している鬼を目覚めさせ解放しようとしている。それはケイ君とは別の鬼？別の鬼だよ。そうだろう、柱様。それは緩やかな死を迎えるために炎樹に抱かれ眠らされている鬼。強大な力を持っていたがゆえに滅しきれずに封じるしかなかった鬼。そんなに強い鬼？単に鬼というよりはその霊格からして物神というべきだろうね。あるいは悪しき神、祀ろわぬ神と。この蛇塚の言い伝えでは単に主と呼ばれているようだがね。主様によろしく。そういえばのぞみちゃんとみかげちゃんが。それはケイさんの部屋に現れたという双子の鬼のことだね。うん。それは私たち鬼切り部は人にあだなす人ではないものを総称して鬼と呼んでいるんだけれど、鬼にもいろいろとあって、大きく分けるなら慈しみを持つものと持たないものに二分されるんだ。慈しみを持つ鬼なら首を落とせば大概は肩がつく。だが慈しみを持たない鬼は切ったからといって必ずしも滅びるとは限らない。10年前にこの地で2匹の鬼が切られている。その鬼は互いを鏡に映したようにそっくりの姿をしていたそうだよ。それがのぞみちゃんとみかげちゃんだろうね。私が切って10年封じることができるのなら当面はそれで間に合わせてもいいだろう。だが先ほど咲夜さんに言われた通り、私は鬼切りとしてはまだ未熟。仮に切ったように見えてもその直後には再び形を成しているかもしれない。滅びた振りなどをされたりすると厄介極まりない相手になる。